お世話になっております。相変わらずの一人でございます。またポケットモンスター、ソードの続きやっていきたいと思います。今回はですね、ドサイドンの夢特性のやつを捕まえていきたいと思います。こいつの夢特性何かと言いますと、捨て身ですね。反応ダメージを受ける技の威力が 1.2 倍になるっていう感じですね。まあだから捨て身タックルとかの、まあ威力が 1.2 倍とかになったりするっていう感じですね。なので結構強いんじゃないかなと思うんですが、そいつをね、捕まえていきたいんですが、まず前提としまして、どうやらですね、サイドンとか、サイフォンとかの夢特性のやつってのはどうやら、どこにも出現はしないらしいですね。なのでドサイドンの夢特性のやつを捕まえないとそもそもまあいろいろ育成にも使えないよって感じでございます。なのでゲットしていきたいんですが、どこにいるかと言いますと結構いろんな場所にね、いまして、例えば、巨人の腰掛けとか砂人の窪地とかうららか草原とか橋の原っぱとか、多種多様な場所に、存在しております。でですね、しかも赤い柱と紫の柱、どちらでも割と出現しまして、まあそれも結構場所によって違うっていう感じですね。まあその中でも今回は、一箇所ね、砂人の窪地のところをご紹介したいと思います。ここをなぜ選出したかと言いますと、まあこれは一応ね、全部攻略サイトに載ってた情報なんですが、なので検証を完璧にしたわけじゃないんですが、どうやらですね、砂人の窪地の、これから行く場所ではですね、どうやら赤と紫の両方で、出現する唯一の場所ということで、まあ裏技使っていくのであんま関係ないんですが、裏技使わない場合でもね、結構、出現しやすいというか、まあ使える場所なのでここを選出しました。他のとこではね、赤だけだったり紫だけだったりするので、そこでゲットするのが一番いいんじゃないかなと私は思っております。行き方はですね、どうやって行くかと言いますと、このナックルシティからですね、こちら左側ですね、左側に行けば、殺人の窪地行けると思うんですが、砂人の窪地入ってすぐのところですね、このまま普通に砂人の窪地の方に向かってって、入ってすぐのところですね、入ってすぐのここの巣ですね、ここで出現するということで、まずはこのね 200W とか取っておきたいと思います。で、裏技を使わない方はどうやってやるかと言いますと、とりあえずね、願いの塊をずっと投げ続けて何回も何回もレイドバトルをしていくって感じですね。今回はね、紫の柱を出してやっていきたいと思います。で、どうやって紫の柱出していくかと言いますと、それはですね、設定からですね、話の速さを遅いにしまして、その後ですね、レポート書いていきます。これでやっていきます。なぜ紫の柱を出すかと言いますと、高個体値のね、やつが出やすいんで、まあ、どっちかというとね、紫のやつ出してやった方がいいんじゃないかと私は思っております。とりあえず続きやっていきます。願いの塊を投げ込みますかで、はいを押しまして、その後ですね、レポートに記録しますかとかで、はいを押した後にですね、柱は出てくるんですが、その色を確認してすぐにホームボタンを押しましょう。はいを押して色を確認してすぐにホームボタンですね。で、今、柱の色赤でしたので、この場合は終了して、リセットしていきます。紫色が出るまでやっていきます。とりあえず一回リセットしますね。はい、ということでリセットしまして、また同様のことをやっていきます。願いの塊を投げ込みますかで、はいを押して、それで、レポートの記録しますかで、はい押して、柱の色を確認してホームボタンですね。柱の色を確認してホームボタン。で、今は赤色でしたので、ここはリセットしていきます。これを紫色が出るまでね、ずっとひたすらやっていきましょう。はい、ということで紫色出ましたね。何回かやれば紫色出ますので、まあ出たらですね、次は何やっていくかと言いますと、まず中身を確認していきます。そうするとこいつはですね、おそらく、まあおそらくっていうか絶対ドサイドンではないので、中身を変えていくわけでございます。もう一つの裏技を使っていきます。みんなで挑戦をしまして、それですね、そこからホームボタンを押して、ここの設定からですね、日付と、時刻のとこからですね、日付を1日進めていきましょう。それで戻っていってまたやめろを押します。この状態からやめろを押しますとどうなるかと言いますと、この状態ですね、ワットがまた手に入ってですね、しかも中身のポケモンが変わるっていう感じですね。これを続けてですね、ドサイドンが出るまでひたすらこれをやっていきます。今のもドサイドンじゃなかったので、また設定でね、本体と日付、本体から日付と時刻から、また1日進めてですね、また戻っていきます。戻ってやめろを押します。そうするとまたね、ワットが手に入ってって感じになります。ちなみに私もう700万いきますね。やばい、やりすぎてもう700万ぐらいいきます。やばいっすね、マジで。みんなで挑戦やって、それでずっとやっていくって感じですね。まあ出ないやつは出ないんですけど、結構このポケモンね、狙ってるやつ、多分ドサイドンは多分ね、そこまで出にくいって感じではないかなと思うんですけど、まあとりあえず今回やっていきたいと思います。ひたすらこれを続けてやっていきましょうって感じですね。まあとりあえず700万いきました。やりすぎてもう700万いっちゃいました。まあとりあえずこれ何回もやりましょう。
はい、ということでようやく出てきましたね、ドサイドン。結構ね、確率低そうですね。なかなか出現率低いっぽい感じでしたわ。なんか結構時間かかっちゃいましたけど、まあ、とりあえず出てきたんで、まず出てきましたら、まず何やるかというと、やめろを押してですね、それを戻って一回レポートかけましょう。これなぜやるかはこれから説明したいと思います。まずですね、ここで、例えばですね、戦ってですね、こいつが夢特性じゃなかった場合どうするかというと、もちろんリセットしますよね。リセットしたらどうなるかっていうと、この状態に戻るわけでございます。そしたらどうなるかと言いますと、リセットしてもね、全く同じ個体がまた出現するんですね。なのでもう一回同じ個体と戦ってしまうことになるんですよ。ですから、もしリセットした場合ってのは、必ずですね、またみんなで挑戦とかをやってですね、ホームボタンを押して日付変更して、それでやめろを押してね、また別の個体に変えなきゃいけないので、そこはご注意くださいって感じですね。もしレポート書いてなかったらどうなるかと言いますと、一番最初に発生したポケモンからですね、またこのドサイドンまで、個体を変更して、まずはドサイドンにして、次のドサイドンまで変更しないとまた別の、ドサイドン出てこないので、すごく手間が増えるって感じですね。もしレポートしておけば、このドサイドンから始められるので、また次のドサイドンに変えることが楽ってことですね。ですからレポートを書くっていう感じですね。まあそんな感じなんで、とりあえず、レポートを書いておきましょうって感じですね。まあとりあえずこれは今回は戦っていきたいと思います。サーナイトで戦っていきます。なぜサーナイトを使うかと言いますと、サーナイトはですね、トレースという特性がありまして、相手の特性をですね、一瞬で分かってくれるのは、一瞬でね、判明できるので、顔がなんかすごい変だな一瞬で分かるので、ですからサーナイトを使っていくわけでございます。これで一瞬でね、相手のね、特性が分かるんですよね。ハードロックということで、こんな感じで分かりますので、もう分かった瞬間にもうこれもういらないので、こいつはいらないのでリセットしていきますっていう感じですね。とりあえず一回リセットします。はい、リセットしまして、中身見ると、先ほども言いましたが全く同じ個体ですので、みんなで挑戦をやってですね、ここからまたホームボタンを押して日付変更して、また個体をね、別のやつに変えていきます。これもまたね、ひたすらやって別の個体をね、出すまでひたすらに何回も何回もやっていきましょう。とりあえずこれをたくさんやって、新しいやつを出していきます。次のドサイドンまでひたすら繰り返しましょう。はい、ということでドサイドン出てきましたので、ドサイドンね、出てきたらまたね、必ず、別のことで出てきましたらレポートを書きましょう。それレポートを書いて再戦していくって感じになります。とりあえずこれで、また対戦していきましょう。サーナイトでとりあえずやっていきましょう。特性を見抜いてですね、それでやっていきたいと思います。来るかな、来てほしいんだけど、一発で来てくれたら嬉しいんだけどな。2発目か。顔が変だな、やっぱりこいつ顔がめちゃめちゃ変だけど、まあいいや。とりあえず見てみましょう。来い、頼む、来てくれ、頼む、来い。あー、ダメだ、来ない。ダメっすねー、きついな。お、来ましたね、来ました、来ました。ようやく来ましたね、3体目で来ましたね。まあこいつはそこまで出にくいっていう感じでもなかったですね、夢特性。まあ、ただこいつのドサイドン自体のちょっと出現率は若干低いって感じなんで、そこはきついですが、まあ、とりあえず、今回捨て身が出てきましたんで、まあ、とりあえずリセットします。なぜかというと、サーナイトじゃ勝てないので一回リセットしていきたいと思います。はい、リセットしまして、もう一回戦っていきたいと思います。次はね、ポケモン変えてやっていきたいと思います。何しようかなって感じなんですけど、多分こっちのザシアンの方がいいかなっていう感じですよね、多分おそらく。だからこっちでやっていきましょう。勝てるかな。ただ相手地面タイプの技持ったらきついかもしれないですけど、とりあえずこいつでやっていきたいと思います。それでは行きましょう。 OK、 行こう。とりあえず倒していきます。ドサイドンちゃん、ちょっと顔はあんまりかっこよくはないけど、倒させていただくよ。 OK、 行こう。行けるかな、これで。 OK、 いけないか、まだ。オッケー、倒した。ナイスナイスナイス。これはありがとう、味方ありがとう。こいつマジで強かったですね。あのシールドみたいのが6個分あるんで、ライフ6個分みたいな感じであるんで、相当きつかったですけど、なんとか、まあザシアンでいけましたね。鋼技やっていけば普通に倒せましたね。なので、まあザシアンでいくのがいいんじゃないかなと思います。多分ね、相手のでも強さあんま強くなかったですね。だから地面タイプの技やられましたけど、自信やられましたけど、全然大丈夫でしたんで、あんま強くないかなって感じですね。とりあえずゲットさせていただきました。ただね、ドサイドンは結構ね、やっぱり出現率が低い感じだったんで、なかなかゲットするのきついんじゃないかなと思います。まあね、夢特性のやつは言わずもがなで出にくいんで、まあとはいえね、今回私そんなに苦労せずゲットできました。オッケー、捕まえました。ナイスです。オッケー、まだ一回も捕まえたことないと思うんで、多分ね、図鑑見れると思うんですが。オッケー、あ、来ましたね。
あれ全然こっちの顔かっこいいのにな、あの時かっこよくなかったな。 2.4 メートルの282キロ、結構重いですね。でも言うほど重くないよな、言うほど重くないような気がするんだけどな。手の穴に岩や弾ごろを詰めて、発射、装填できる、数を腕に片腕につき3つ、弾ごろ、弾ごろって何、弾ごろってポケモン、発射できんだ、装填できるし、まあすごいね。そう、数まで決まってんだ、数まで決まってんすね、ちゃんと。まあいいや、とりあえずゲットさせていただきました。オッケー、いいよ。はい、ということで見ていきましょう。4倍ですね。HP と素早さが低いということで、まあ仕方ない。でもまあこれでゲットしたんで、まあなかなかいいんじゃないですか。まあとりあえずゲットさせていただいたんで、ね、はいはいはい、これで見ていきましょう。地面岩タイプということでですね。特性捨て身、反動でダメージを受ける技の威力が上がるということで、まあこれはね、どうなんすかね。私はあんまちょっとその戦闘に関して詳しくないんですけど、専門家の方いかがでしょうか。まあ強いのかな、ちょっとわかんないですけど、まあとりあえずこんな感じで、技はストーンエッジ踏みつけ突進角でつくっていう感じでね、なかなか悪くはないでしょうっていう感じですね。テレアな性格でいたずらが好きということで可愛いですね。こんなやつにいたずらされたらもう死んじゃいそうな気もするんですが、そこは置いときましょうってな感じで、今回ゲットさせていただきましたという感じですね。まあここまで何回も言いましたけど、出現率自体がちょっとね結構低めなので、まあドラッパルトとかほどではないですけど、なかなか低いんで、そこだけは注意したいっていう感じですね。なので、サーナイトはねほぼ必須かなと思います。サーナイトでないとなかなか厳選に時間かかってね、時間かかっちゃうんで、時間を少しでも減らすためにサーナイトは必須かなと思います。あとはですね、もう一つ重大な注意点としましては、必ずリセットした際にね、個体を変えることだけは必ず忘れないようにやってください。やらないとずっと同じ個体と戦っていくことになってしまいますので、そこだけはご注意くださいって感じですね。まあそんな感じで今回ゲットさせていただきました。それではね、最後もご視聴いただきありがとうございました。それではバイバイ。Just...